皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。ファミリーマートからいきましょう。ブラックサンダーコラボがまた来ました。ブラックサンダーチョコタルト。はい、中開けるとこんな感じです。この真ん中に入ってるのはブラックサンダーを砕いたものでしょうかね。はい、で断面はこんな感じです。下側にチョコレートクリームかな、チョコレート生地かな、と2層に分かれてますね。うーん、ザクザク濃厚、おいしい。上に乗っかってるあのクッキーを砕いたような、あそこがねザクザクなんですよ。でもその下に入ってるねチョコレートクリームかな、これがね結構滑らかで、その食感の違いがいいですね。でさらにねチョコレートがめちゃくちゃ濃厚。タルト生地もそこそこザクザクなんだけど、もうそれ以上にこの上に乗っかってるやつがザクザクだから、もうタルト生地あんまりね気にならないぐらい。今まで出てきたブラックサンダーシリーズで私これが一番好きですね。一番最初のフィナンシェも良かったけど、やっぱねフィナンシェ生地よりもこのタルト生地の方がザクザクだから、よりあの食感が強く感じられてね、私はこれが一番好みですかね。超ザクザク感と濃厚なチョコレートの風味が美味しいです。ぜひ試してみてください。うーん、はい、こちらもファミリーマートです。ファミマザクレープの新作、今回はいちご。はい、中から出すとこんな感じです。相変わらずしっとりずっしりです。はい、断面はこんな感じです。中には練乳入りホイップとカスタード、そしていちごがハーフカットとダイスカットの2種類で入っています。うーん、おいしい。まずねハーフカットのいちごが入ってるんで、そこからしっかりみずみずしいいちごの風味が届いてきます。なんだけどプラスダイスカットも入ってるから、そこが周りのホイップとそしてカスタードとも一体化した部分で、また別の届き方をしてくるんですよ。このねカット2種類に分けたのいいですね。あのねいちごのフレッシュ感が増えてしまった反面、クリームの存在感がねちょっと弱いですかね。食べた印象はもうね生地とイチゴって感じ。これ生地がもちもちしっとりで、それでなくても存在感が強いんですよね。そこに2種類のカットの生のイチゴじゃないですか。もうその2つが食感と風味の印象もう大部分を占めてしまってるような感じなんですよね。せっかくカスタードとホイップ2種類入ってるから、そこをもう少し感じたかったなっていう印象はあります。難しいですね。ちょっとフレッシュ感はすごいアップして、それはそれでね美味しいんだけど、せっかくクレープなんでね、中にそのギュッとクリームが詰まってる感じも味わいたいじゃないですか。ちょっとねバランス的には落ち着かない感じがします。あのねフルーツサンドとか、あの生のフルーツのスイーツが好きな方はねいいかもしれないですね。ぜひ試してみてください。といったところで、今度はいちごサンドですよ。今週はねローソンとセブンイレブンでいちごサンドが出てるので食べ比べしてみましょう。でちなみにローソンの方はレアチーズ風味のホイップクリーム、そしてセブンイレブンの方はホイップクリームとカスタードの2種類のクリームが入っています。ではまずはこちらセブンイレブンの方からいきましょう。期間限定いちごサンド、これ前回同じくねいちごサンドが3社で出てきた時に比べたじゃないですか。でセブンイレブンね一番軽かったんですよ。一番値段が高いのに一番軽いって言ってね、っていう話をしたと思うんですけど、今回はね結構ね端まで詰まってる感じがあるんですよね。セブンイレブンはちょっとパッケージがね、まあこれちょっとこの点うーんと思う人もいるかもしれませんけど、この上と下の部分に色が入ってまして、パンの余白の部分ですね、そこが隠れるようになってるんですよね。なのでいかにもそのイチゴがびっちり詰まってるように見えるんだけど、前回は結構ね余白があったんですよ。ただね今回はね前ほどひどくないでね、重さもね前ほど軽くないような気がするので、ちょっとこれ今回も測ってみましょう。うん、117g、 前回に 100g なかったと思うんですよ。ローソンの方がやっぱ重いな。うん、
ローソン 127g、 ローソンはちょっと逆に軽くなっちゃったかな。あんま変わんないですね。前回はセブンイレブンがローソンの3分の2ぐらいしかなかったんですよ、重さが。見るからにイチゴもちっちゃくって、重さに関してはだいぶ詰まってますね。はい、中から出すとこんな感じ。イチゴはこの表の部分にハーフカットが4つ。そしてその後ろ側にこれ何なんだろうな、すごいちっちゃいのが2つで、やっぱりハーフカットかな。で、クリームはこの通り、あんまり後ろの方には入ってないです。あ、で、ちなみにカスタードはこのセブンイレブンのスイーツによく出てくるカスタードになるために生まれてきた卵、エグパティシエールが使われています。うん、イチゴはね、甘酸っぱい。甘さも酸味もしっかりありますね。で、クリームがね、ホイップの方が強いかな。ホイップのコクと甘さ、あんまりカスタードの卵の風味感じないんですよね。せっかくエグパティシエールなのに。食べたとこが悪かったなって、今から食べようとしてるとこはクリームがほとんどないところなんですよね。もう裏側ほとんどクリームないんだもん。まあ、セブンに関してはちょっと今更思いきませんけど、今回はね、ちょっとあからさまにこの切り口のところだけですね。今ちょうど真ん中のとこ食べたんですよ。ここでやっとなんかカスタードっぽい風味を感じたかな。でもね、言われないと多分ホイップしか感じないかも。もうちょっとカスタード効かせてほしかったなって感じはしますけど、まあホイップ自体はね、美味しいです。うん、はい、じゃあローソンの方行きましょう。いちごとホイップクリーム。いちごはなんか前の方が大きかったんですよね。重さの違いはね、そこかもしれないですね。はい、中から出すとこんな感じ。ローソンは表にこのイチゴはハーフカット3つ、そして裏側に4分の1個が1個入っています。で、ローソンはしっかり裏側までクリーム入ってますよ。はい、で、ちなみにローソンとセブンイレブン並べてみたんですけどね、セブンのイチゴローソンよりちっちゃいと思ったんだけど、今回はそんなに変わりないですね。ローソンがやっぱりね、イチゴの粒が小さくなったのと、このあのパンの余白の部分がね、ちょっと今回気になります。うん、クリームがね、レアチーズ風味なのがすごいなんかデザート感がね、アップしたように感じますね。しかもこっちの方がね、やっぱりクリームがたっぷり入ってる感がある。でもやっぱね、セブンほどイチゴを頬張ってる感はね、ないんですよ。で、多分パンがローソンの方がすごいふかふかしてて、これもまた美味しいんですよね。なんでふかふかしたパンにクリームがたっぷり入ってる、そこが一番印象が強いです。セブンイレブンの今回に関してはもうイチゴが中心にあって、で、ホイップとカスタードパンが、まあ、その脇役にいるような、そういうイメージですね。でもね、比べてどっちがいいかと言われると、ちょっと今回に関してはね、困ってしまいますね。フルーツサンドが好きな人にとってはやっぱりイチゴをしっかり感じたいだろうから、セブンイレブンの方がいいのかな。ただクリームはね、今回はこっちの方が美味しい。前回はね、セブンイレブンはあの軽いし高いしだったんだけど、全体的な味は一番美味しかったんですよね。クリーム重視の方はぜひこちらローソン食べてみてください。うん、はい、ではこちらセブンイレブンです。ミルクボールドーナツ。はい、中から出すとこんな感じです。これ9個入りですね。すごいいい香り。しっとりさがありますね。でね、ミルクの風味が強くて、サイズもちょうどよくってね、食べやすいですね。うん、美味しい。周りにたっぷり粉糖がついていて、で、生地自体も甘くて、さっきも言ったけど、すごいミルクの風味が強く感じられて、まあね、優しいケーキ生地っていう感じ。なんか風味が優しいからドーナツなんだけど、全然ジャンク感を感じないんですよね。ある意味危険。生地が結構キメが細かくって、舌触りがいいんですよ。だからね、余計優しい。一口サイズのドーナツですね。ほんのり香るミルクの風味がね、とっても美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、では最後はですね、ローソンのこれお菓子、ちょっと気になったのがあったので今回買ってきました。はい、じゃあまずはこちらから、ふわふわ喫茶店のコーヒーフロート。2種類の食感が楽しいコーヒーゼリーを散りばめたバニラ風味の寒天ムースだそうです。はい、中から出すとこんな感じです。これね、一つ一つ個包装されています。うん、確かに寒天のような白い生地とコーヒーゼリーのような生地が見えますね。うん、なんか懐かしい食感。あの、なんかね、ちっちゃい頃に食べたあのゼリーのお菓子、四角いゼリーがこうキャンディーみたいに包まれてる、もうまさにあれですね。で、中のね、コーヒーゼリーがね、ほろ苦。ああいうあのゼリーのお菓子はいろいろ売ってるけど、なかなかなんかこういうコーヒー味のってないんじゃないですかね。
バニラ風味の寒天ムースって方がよくわかんないけど、コーヒーの風味とほろ苦さがね、しっかり伝わってきます。うん、脂質ゼロですよ。タンパク質もゼロだけど、炭水化物オンリーですね。うん、なんか想像した以上にしっかり弾力もあっていいですね。はい、じゃあもう一つ、喫茶店のミックスジュース大福。ピーチ、パイン、オレンジ、バナナの甘みを感じる一口大福だそうです。はい、中から出すとこんな感じ。あ、これ食べないと中が何味かわからないやつですね。はい、で断面はこんな感じです。うん、これ中見ても何味かわかんないな。オレンジかな。うん、なんかね、マンゴーの味がするんですよ。マンゴーないよね。なんかね、色がね、どれも同じなんですよね。ちょっと透けて見えるんだけど、全部オレンジ色で。あ、ミックスか。あ、そういうことか。ごめんなさい、ミックスだ。つまりミックスジュースの味ですね。あ、そうだもんね、ミックスジュース大福だから。何を言ってんでしょうか、私は。あ、そう言われれば確かにミックスジュースだ。ただね、あのミックスされた味はマンゴーですね。ほぼマンゴー大福。南国のトロピカルフルーツのあの味が好きな方はね、これ好きだと思う。さっきも言ったけど、結構お餅がしっかりめで、小さいサイズなんだけど、すごい食べ応えがありますよ。うん、これ喫茶店のってちょっとあのレトロな感じ、そのイメージなのかな。なんかこの3月レトロブームなのか、結構ね、あのレトロを意識した商品出してるお店が多いんですよね。今月はね、ビドフランスもあの昔懐かしいレトロプリンのようなパンとか、あとナポリタンをあの使った惣菜パンとか出してるんですよね。あとどこだったっけな、レトロ、あ、ここもレトロだ、ここもレトロだと思いながら見てたんですよね。これもその流れの一つなんでしょうか。喫茶店のメニューをイメージしたお菓子がローソンで出ています。あとね、今日買わなかったんですけど、喫茶店のピザトーストっていうのもありました。なんかね、ラスクみたいなお菓子だった。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはファミリーマートブラックサンダーですね。いや、もう今回第3弾ですけどね、いや全部好きですね。まあ、ブラックサンダーが好きなだけですけどね。もうあれが美味しいと思ってる人はどうアレンジしても美味しいと思うので。ただ今回のタルトね、一番良かったと思います。あのザクザク感とタルト生地がね、すごく合ってました。その食感も良かったし、チョコレートも濃厚だったんで、気になる方はぜひ食べてみてください。それ以外はですね、どれも美味しかったんですけど、まあ、特別おすすめとまで言えるものはそんななかったかな。あのいちごサンドもね、どっちも美味しかったんですけど、なんかね、ローソンもセブンも前回のに比べるとちょっとイマイチだったんですよ。ローソンはね、前回の方が明らかにボリューム感はあったし、あとセブンイレブンはね、一応大きくなったんだけど、全体的にクリームの存在感が薄れちゃって、いちごのフレッシュ感をアップしたのはいいと思うんですけど、もうこれも前回の方が美味しかったなというふうに思いました。まあ、なので、あ、中までもね、相対的にはうーんという感じなんですけどね。まあ、どちらも一定以上の美味しさはありましたので、気になる方はぜひ食べてみてくださいと言いたいんですが、まあね、どっちも高いんですよね。400円超えてるから、まあそんな無理して買わなくてもいいかなっていうふうに思いますね。フルーツサンドってなんであんな高いんだろう。320円とか330円とかそのくらいだったらね、手が出やすいですけど、さすがにね、どちらも400円超えちゃうとちょっと高いなというふうに感じますね。まあもちろんお好きな方はぜひ試してみてください。はい、というわけで前編後編お送りいたしました。今週ね、もう一本は出したいなというふうに思ってるんですけど、ちょっと何やるか迷ってます。スーパーのスイーツ本来ならやるところなんですけど、あのうちの近くのスーパーなぜか今月ね、ドンレミーしかなくって、新商品がちょっとそれもね、偏っちゃうなと思いつつ、ビドフランスがね、さっきも言ったけど、あの今月レトロフェアなんですよね。ちょっとね、可愛らしいパンがたくさん出てきているので、それをやりたいなという気持ちもあってね、ちょっとどうするか迷ってます。まあ、何かしら出したいと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。